ソフトオンデマンドの本当の創業者、高橋がなり社長が創業したと思われていますが、実は違います。実際のところ、ソフトオンデマンドは佐藤さんが立ち上げました。一人で立ち上げようと思っていたところ、ある人物に1枚噛ませてくれと頼まれ、株式の 75% を保有し創業しました。残りの 25% を取得した人物は、なんとあのテリー伊藤さんだったそうです。もともと石油会社が大成功し、財を成していた佐藤さんですが、ビデオ安売り王というビデオショップを立ち上げ、全国2000店舗超えのビデオ販売網を展開。自社製品を制作するために AV の会社を作ったそうです。ソフトオンデマンドはすぐさま軌道に乗り、年商100億円を超えるほどの企業になりましたが、佐藤さんが別件で逮捕されている間に、テリーさんは佐藤さんの株の持ち分を勝手に減らし、当時の佐藤さんの奥さんから株式を買い取ることでソフトオンデマンドを乗っ取られてしまいました。そしてテリーさんは当時中華料理屋の店長をしていた無関係の高橋がなりさんを社長の座に就かせたそうです。その時佐藤さんを慕っていたビデオショップの新入社員たちが、ソフトオンデマンドへの攻撃という意味を込め、アタッカーズなど数々の有名な AV メーカーを創業したそうです。